思っただけ。日本一の単勝チンポです。はい、今日は相手が思ったカードを 100% 当てる方法を解説していきます。お楽しみください。実演、じゃあカード混ぜてもらっていい？はい、どうもありがとう。じゃあ今どこに何があるか分かんないけど、見て1枚だけね、心の中で覚えてください。たくさん見せるんでね。なんか1枚覚えた？ OK、 忘れちゃダメだよ。今から当てていきます。一つだけ聞きたいんだけど、この中にあなたのカードあるよね？あれない？あ、ない。あ、ないか。あ、じゃあ分かった。あなたの選んだカード黒色でしょ？違う？黒じゃない？分かった、赤でしょ。それはそうか。あなたの選んだカードはそう、このハートの2です。はい、じゃあ解説していきます。これめちゃめちゃ使えますよ。ちょっと実演では分かりにくいと思いますが、今から解説していきます。まず混ぜさせます。混ぜさせてもらった方がセットしてる感が薄れるのでいいと思います。で、今からたくさん見せていきますって言って、実際に見せてるのは6枚のカードです。6枚のカードだけを見せてます。まあ、真ん中ぐらいまで広げてって、じゃあ今から見せるんで1枚だけ心の中で思って、言っちゃダメだよとか言って反応しないでねみたいな感じで6枚見せます。で、なんか覚えたって聞きます。で、覚えてないって言ったら、また最初から1枚2枚3枚4枚5枚6枚ってやります。で、また覚えたって言って覚えた。そしたら3枚と3枚を上と下に分けたいんだよ。だから6枚のうち3枚を持ちながらカットします。カットすると一番上3枚、一番下3枚のどれかお客様が覚えたカードになります。ここから絞っていく作業になります。ちなみにこの中に覚えたカードあるよねって断言します。断言系で言います。ありますかみたいなのはあんまり良くないです。あるよねって言って、うん、あるって言った場合はボトム3枚のどれかです。ここから絞っていく作業なんだけど、これはまず3枚のうち2枚の共通点をまず言います。断言系でね、あなたの選んだカードダイヤでしょ。で、違うってなったらもうここ、これ確定です。で、あなたの選んだカードダイヤでしょ、うん、そうって言われて、まあこの2枚で、そこは当たってるんで一応不思議なんで、で、この2枚から絞らなきゃいけない。まあ5となちょっと微妙だけど、こんなん適当でいいです。どっちかにしろ6より大きいカードでしょみたいな。まあ違ったって言ったらこっちだし、うんって言ったらこっち、というふうに今絞っていきます。間違いは1回だけで済みます。で、良ければ2回とも当たるってこと。今度はね、こう見せて、あるよねないって言われた場合は上3枚のどれかになります。上3枚のどれかになるんで、まあ、この場合はこう来てますね。まあ共通点はまあスペードか、まあ、7もあるけど、あんまり数字言ってマーク当てちゃうともう正解になっちゃうから、見せるまでのインパクトが薄れるんで、あんまやめときましょう。あなたの選んだカードスペードでしょ、いや違うよ、あ、じゃあこれじゃないですか。で、あなたの選んだカードはスペードでしょ、なんでわかったの、しかも絵札じゃない、このカードが、そう、あなたの選んだカードです、みたいな感じです。で、まあおまけなんだけど、こう広げるときに一番下にね、お客様のカードがあるの嫌だなとかいう人は、まあ、適当に喋りながら真ん中ら辺から一番下に1枚付け加えて、ボトム以外の3枚、だからボトムから 2,3,4 枚目がお客様のカードになるようにした方が、一番下にあるっては思われないんでいいかもしれないですね。一番上の場合もそうです。上から取ってるって思われたくない場合は、一番上のカードを見たりして、で、カットして、まあ、見たカードの手前3枚とかね、まあいろいろ工夫してみてアレンジしてみてください。じゃあどうぞ参考にしてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。これもね、俺の教えたくないマジックの一つです。 YouTube 見てると他のマジック解説動画っていろいろあると思うんだけど、見てるとね、それいつ使うんだよっていうのが多いね。で、一生使う場面ねえだろうとかね、多いと思う。でも俺の解説してるのは全部自分が実践でやってきたものだから、受けは絶対保証するし、覚えれば一生もののマジックです。ぜひ頑張って習得してください。じゃあまた明日ね。バイバイ。